こんにちは、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨見ていきましょうか。まあ今更買ってもしょうがないんじゃないかなっていう考えがあったり、プレセールで買わないとやっぱりね儲からなかったりとか、あと遅くとも昨年度中に買っとかないとどうにもならないんじゃないかなっていう考えの方もいらっしゃると思うんで、私ね予告通り昨日動画で上げた通りに昨日ね、イーサリアムを買いました。で50万円買ったんですね。で今日どうなったかというと含み益で1万円増えてますね。だから今からでも間に合うところもあるんだろうなと思いますし、例えばですね、今あのディファイっていうね分散型金融投資っていうのが始まってだいぶ浸透してきました。まだまだ利用者の方少ないんですけども、この分散型投資を利用するのにイーサリアムがねよく使われるんですよ。ということはイーサリアムを持っておけば、これから分散型投資という分野が広がれば広がるほどイーサリアムを持っているだけで含み益がどんどん取れていけるなってことはそんなに想像に難くないことだと思うんですよ。で、あとロックっていうのもありますよね。ロックっていうのはどういうことかっていうと、イーサリアムのイーサリアムを一定期間ねもう下ろしませんよ、換金しませんよという約束とともに金利を受け取るって形です。もちろんディファインの中にお金を貸すっていうものもあったりとか、コンパウンドみたいなねそんな形のもあるんですよ。ちょっと聞き慣れない言葉が出てきちゃってすいませんけども、まあ、説明は割愛させていただきまして、今日のね相場の方からもどんなことが考えられるのか順番に見ていこうと思いますね。じゃあ画面を切り替えていきますんで、今日もコイン月光の方をご覧ください。ビットコインは600万円を軽々と超えて、もう600万円を割ることはあんまりないんじゃないかなと思いますけども、少なくとも550万以下で買った方は皆さん含み益になってます。まあここからね 10% の価格下落が落ちたとしても、まあ、550万くらいですから、あの500万を割るまではドーンと構えておけばいいのかなと思います。もっかですね、ビットコインは上昇トレンドの真っ最中なんですよ。ですんで躊躇なく買っておけばいいんだろうなと思いますね。この上昇トレンド何日足で見ても右肩上がりになってますね。1年、もうね言うことないですね、うん、すごい本当に止められません。でイーサリアムなんですけども、イーサリアムの場合もどんどんね値段を上げてますね。1年ぐらい見てみましょうか。これだけ違うわけですよ1年で。だから去年の今頃2万とか3万で買えたものがもう10倍ぐらいの値段をつけてるよってことなんですよね。だから1年後の今頃どうなんでしょうかってことが、まあ、投資の醍醐味ですけどね。でバイナンスコイン、ポルカドットってもの、ここら辺もニーズを高めてきてます。特にポルカドットってのはその暗号通貨の意味が分かってる方ってのはだいぶ仕込んでいたと思うんですよ、ね、1年見てみましょうか。この急激な高騰ぶりです、ね、だって1000円もしなかったものが今4000円超えてるわけですからね。これも10倍ぐらいになったんじゃないですか。はい、で我らがエーダなんですけども、100円を超えてからね本当にね帰ってきた1ドルみたいなところから今115円つけてますよ。昨日は124円を超えたところもあって本当にワクワクです。1年を見てみましょうか。すごい急騰ぶりですよね地を這うところから一気に100円突破いきました。30日足、ね、14日足、この14日間、この2週間がだいぶ大きく飛躍したところなのかなってところで見えますね。ではまあリップルはもういいでしょう。リップルはねリップルでありますから、あれですよ、ズインフィンネットワークです。多分ね130位ぐらいにいると思うんですよ、ズインフィンネットワーク。あ、これですね、132位、ズインフィンネットワーク。未だ価格は 2.5 円なんで、うん、まあ考え方にもよるんですけど私は買い時だと思ってますね。だから次にこのズインフィンにまとまった資金入れてみようかなと思うんですよ。まあ100万なり300万なりぐらいですか。そうですね、ここ2週間の推移、1週間ぐらいですか、もう3倍ぐらいになってますけども、でもまだ3円ですからね。1円のものが3円になるのと100万円のものが300万円になるのと同じ倍率ですけども、このズインフィンネットワークはまだ手が出せる価格じゃないですか。あとはだから別の材料を揃えていって本当に買うに値するかどうなのか、どこら辺までが適正価格として伸びしろがあるのかってことは、これはね個人の判断になりますんで、私の考えはここで述べないでおきます。まあいずれお話しますけどね、ズインフィンネットワーク、なかなか面白いんじゃないですか。はい、いかがだったでしょうか。まあね、あれがいいこれがいいというよりも今全部いいですよ。全部いいんで、どれかの暗号通貨を買っていた方はほら上がったでしょっていうふうになるんですよ、うん、でも全部上がってますからね。だから
外す通貨を持ってる方の方が難しいんですよ今。だから自分がね、たまたま持っていた通貨が値上がりしたかといって一喜一憂することなく、今暗号通貨というものが全体的にゴンと上がったっていうことだけですからね。だから予測が良かったわけじゃないんですよ。暗号通貨自体が上り上司なんで、個別銘柄で読みが当たっていたって考えはちょっと違うと思うんですよね。私はそういうふうに捉えていこうかと思います。はい、ですんでね、ほら私はこの値上がりが分かっていたんですよっていう口調は、まあ私は使わないようにしておきますね。ただビットコインに関しましては95万円で私が買うことを勧めてましたけども、100万円を超えたら心理的に買うブレーキがかかるでしょ。だから100万超えるまでには買っておきましょうっていうお話をしていたんですよ。これは未来予測、未来価格が分かっていたらどうよっていうことではなくて、完全に心理学の方です。100万円を超えると一気にね、購買心理が失せるってことなんですよ。一つね、ここをポイントにするべきかなと思いますね。他の暗号通貨で1通貨100万円を超えるものってのはまだ出てないと思うんですけども、2つ目に出てくるのがやっぱりね、イーサリアムなんじゃないかなと思いますね。本日は以上です。